This is my lady. 久しぶりです。今日はね、お正月の準備ってみんなしてますか？日本ではね、12月の25日までにハガキをね、書いて送ったら1月の1日に着くのね。それを年賀状って言ってニューイヤーカードなんだけど、それを昨日作りました。今年はウサギがね、今年の動物だから、ウサギを入れてちょっと年賀状を作ってみました。みんな作って出しますか？それで、なんかここキッチンなんだけど、キッチンでお正月に食べるものをって考えて、あ、そうだ、お餅発見。ライスケークです。ライスケーク、これ丸いお餅でね、なんかこんなんなんだけど、パッケージに入って、で焼いたらプーって大きくなって、まあ、焼いてもいいし、スープみたいなのに入れてお雑煮にして食べたりもするっていう、日本のお正月はもうすぐ、クリスマスまだだけど、でも25日までに年賀状出さないと1日に着かないの。そういう話。じゃあね、バイバイ。